夏に生まれた、ペンシルベニア級戦艦の二番艦、アリゾナです。はい。あの、アリゾナの涙とは、私のことですが、涙と言われて、少しだけやるせない、ですね。ペンシルベニア級二番艦、アリゾナです。夏に生まれました。今度は、 悲劇を絶対繰り返させません。指揮官、仲間を守りたい私の気持ちが、お分かりですかこんな私でも <laughs>、ありがとうございます。指揮官の記憶に残りさえすれば、私はもう寂しくありません。 忘れないために、彼らはずっと私と一緒にいるのです。指揮官、今の表情、ご迷惑をおかけしましたでしょうか。ごめんなさい。<laughs> 少し落ち着いてきました。 さっきのことは、なかったことにしてもらえます指揮官、あの、任務、まだ終わってませんよリストはこちらです。ですが、物理的な報酬って、そんなに大事なのでしょうか 指揮官、メールです。人間関係も大切ですよ。無事に帰ってこれて良かったです。風、あの子たちが帰ってきた兆しですね。みんなを、守ります。 今度こそ、守りたいものを、守りきって。とっても素敵な気分です。このまま、あの日の悪夢が、消え去ってくれればいいけど。もうダメ。お願い。一度だけわがままを聞いて。 私、今度こそ絶対、守らなきゃならないんです。泣きません。涙は、笑う時まで。私の居場所は、どこなんでしょうか。あ すみません。また悲しいことを考えて。いつも私の長話を聞いてくださって、ありがとうございます。今、だいぶ良くなりました。指揮官の胸を借りると、すごく安心します。あの時のことを思い出しても、 もう、怖くない気がして。ごめんなさい。あ、い,いえ。ただ、少し怖くて。今度指揮官がいなくなったら、考えるだけで、涙が止まらないんです。 あの日のことを二度と繰り返させないですかありがとうございます。今までで一番心に響く言葉でした。あなたのことを信じます。姉さん、私頑張ります。